朗読闇にうごめく江戸川乱歩前回の続きからです最初のが燃え尽くして第二のマッチがすられる頃にはそれでも進藤はやっと気がついたのであった彼は妙なうなり声と一緒に 上半身を起こし、一般に開いた目で、びっくりしたように二人の顔を見つめた。それからきょろきょろ辺りを眺めまわしていたが、やがて事情を悟ることができたのか、いきなり、畜生めと叫んで、よろよろと立ち上がるのだった。またマッチが消えて、濃骨の闇であった。 ブローとウェブラはその闇の中で凶悪な神道の心を吸いしかねて幾児なくも逃げ腰になりながら相手の気配を伺っていたお前さん方もうマッチはねねえのか、ね、闇を伝わって神道の声が聞こえてきたその調子には別段悪意を含む様子もなかった 相手は弱っている。それにこちらは二人連れである何も恐れることはないのだ上村は相手の声に応じて第二のマッチをすった君妙なところであったね彼はそう言いながらマッチをかざしてぐっと顔を突き出したいつか浅草であったっけね 男は存外穏やかだった「お前さんこそどうしてこんなところにいるんだこの穴はどっかへ抜けられやしないのかね」「君は誰かに突き落とされたんだよあいつは一体誰なんだい」「上村はまずそれを聞きたかった」「なあにね落とされたわけでもないんだがそれよりも抜け道はねえかしら」 まさかこれっきり生き埋めってわけでもなかろうねところが抜け道は塞がれてしまったのだうっかりすると我々三人は生き埋めなんだよそれほんとかねさすがに悪党らしく相手は一向騒がなかったそして今消えようとするマッチの光で忙しく辺りを見回していたが何に驚いたのか あっと言って飛びのく格好をした。どんでもねえ俺たちは墓場の中にいるんだぜ見ねえそこいらに転がっているのはみんな骸骨じゃねえか慌ただしく第4のマッチがすられた三郎も植村も苦がみを探すので夢中になって今まで少しも気がつかず幾度もそれを踏みつけていたのだが見れば その辺の辺地上にまるで瀬戸物のかけら手でもあるように無造作に転がっている白いものは疑いもなく人間の骨であった中には完全に五体を備えたまだ生々しいのも混ざっていた気のせいかわずかに激しい周期が感じられたそれと同時に言いがたき死の恐怖が一層の力強さで 彼らの身内に迫ってきた。ちょっとそのマッチを貸してみなしばらくたって神道が闇の中で行ったそして手探りで上村からマッチを受け取るとそれを吸って洞窟の隅々を調べ始めるのだった言うまでもなく彼もまた三郎たちと同じように甲いもなく下界への逃げ道を探すものに違いなかった 彼はマッチの棒を上に向けてなるべく燃える時間を長くしながらそろそろと空き地の壁に沿って歩いていったジメジメと濡れているようなかどばった岩壁にマッチの光が赤く映ってその上に巨大な人影が揺らめいた影どもははるか頭上から哀れな小人たちをゆらゆらと嘲笑っていたそれが不思議にも 三郎の目にはこの上もなく壮麗な一服の絵として映ったいや長田さんだ長田さんの死骸だ突然振藤が叫んだ彼は岸壁のくぶみになったところを覗き込んでそこへマッチを差し向けながら女の死体を動かしていた死骸だってとと上村とは、 もはや驚く力もなく夢見るような心持ちでそこへ近づいていった「そら長田さんだお前方は知るまいがホテルの,親父のおやじの女将さんなんだ」。進藤が肩に手をかけて引き起こした女の顔は「苦もんにひん曲がってはいたけれど死んでから大して時間がたっていないらしくそのみずみずしさがかえって一層不気味に思われた。 三郎は子女の顔を一目見るとさーっと冷水を浴びた感じでそこへ立ちすくんだそれは実に彼がかつてもみ山ホテルへ到着した日薄闇の廊下の鏡の中に見たあの女の顔に違いないのであった22これがホテルのおかみさんだというのか サブローはホテルの主人に再菌のあることはかつて聞かなかったけれどこうした場合神道の言葉に嘘があろうとも思えなかったでは何かの事情で主人がわざとそれを隠していたのであろうかそれはともかくそのホテルのおかみさんが森の中の洞窟で死んでいるというのは実に奇怪な事実であったどうして君はそれを知っているんだね 三郎がそんなふうに尋ねかけた時ちょうどマッチが燃え尽くして全ての光景が闇の中へ吸い込まれた新道は早速次のマッチを吸ったがしかし三郎の問いには答えないでだんだんイライラしながら急ぎ足に空き地の周囲を一回りするといきなりかの狭い蔵道へと入っていったさすがの彼も骸骨だとか 死体だとかにじじづいてじっとしていいいられなくななくったものに違いないそれからしばらくの間神道は物狂わしき体でちょうど三郎たちがやったと同じかいなき努力を繰り返していたがやがて安藤の中から喜ばしげな彼の大声がしかしそれゆえにかえってものすごく響いて聞こえた。おい お前方も手伝ってくれいここから抜け出せるよほとんど絶望の姿で元の場所に残っていた2人はそれを聞くとハッとして立ち上がったそして浅ましくも互いに先を争いながら壁伝いに闇の中を声する方へ急ぐのであった「ここだここだ」ここだ。安藤を入って少し進むと、 案外近いところで振道の声がして何本目かのマッチがシュッとすられた見るとそこは穴が少し広くなっていて石壁の一部に大きなくさび型の地肌が現れすでに掘削の仕事を始めたと見えて振道の九寸五分が吐き荒らされた地肌にぐさっとばかり突き立っていたあ土だ 二人は思わず歓声を上げてその辺に落ちていた石灰を拾うとむしゃぶりつくように地肌をめがけて突進したそれがどれほど厚みのあるものだかそこを掘っていけば果たして地上に出ることができるかどうかそんなことを考えている暇はなかった本能的な力が彼らをめった無償に働かせた恐ろしいもので 半狂乱の三人の力は瞬くうちにそこに人一人入れるほどのくぼみを作った。この分ならうまく助かるかもしれない。彼らはだんだん勇気づいていった。三人のぜいぜい言う呼吸の音と担当や石灰がせわしく筒にぶつかる音ばかりが闇の中にものすごく響いた。 洞窟の中には夜も昼もなかった彼らが生き埋めにされてからどれほどの時間が経過したか新道も三郎たちも時計を持っていないのでそれを測ることはできなかったが彼らの気持ちだけはたっぷり一月もその掘削事業を続けていたように感じられたはじめ柔らかそうに見えた地畑は掘り進むに従って 固くなったのみならず仕事の困難と同時に激しい疲労と気かとが恐ろしい力で迫ってきたでも彼らは諦めなかったもし絶対に逃れ道がないと決まってしまえばかえって助かるのだがそうではなくこの掘削に一縷の望みをかけられるだけそしてそれが唯一の逃れ道であるだけに彼らの焦燥はひどかった。 彼らは少し休んでは長い間働いた。三郎たちは慣れぬ棚底に雨が出ては潰れた。血まみれの六本の腕が機械のように動いていた。何故にかく生き埋めにされたかの疑問も、神道に対する敵意も恐れも、黒怪物のことも、おさたさんという不思議な女のことも、そのようなものは、 一切彼ららの頭に上がらなかったただもうこの土を掘り切るか中途で倒れるか一か八か生か死かの土壇場であったしまいには3人ともほとんど夢中で仕事を続けていた惰性で働いていると言ってもよかっただがたとえ彼ら自身に意識はなくとも仕事はずんずん進捗していった いつの間にか五六軒の掘ら穴ができていた掘った土がたまると誰かが例の広い空き地へ下に走ったはははざまを見ろ突然長い沈黙を破ってサブローが笑い出した狂気めいた笑いだった他の二人は彼がとうとう気が違ったのかと思わず仕事の手を休めた はは、ざま <laughs> を見ろ。君これから先はほろったって掘れやしないよ。行き止まりだよ。見たまえこの岩肌を。夢中で仕事をしていた2人はその言葉にやっと気づいてしびれ切った手を伸ばし前の壁を探ってみた。まず手に触れるものは柔らかい土。それからその奥に毅ぜんと鉄のような岩の肌。 うろたえて上下左右と探り回しても岩の切れ目はどこにも見当たらないのであった神道の手によって残り少なのマッチがすられた一面の黒い土そしてその奥から彼らの方に笑いかけているものは青みがかった果たし入れぬ一枚の大岩に違いないのだった 23長い労働から来た極度の疲労とそしてもはやこの洞窟を出る見込みの絶えた絶望とで彼ら3人は掘りかけた洞の中にうずくまってお互いに顔を見合わせようにも光はなくただやるせないため息を聞き合うばかりであったこの大きな洞窟が本当に岩ばかりでできているのだろうか どこかもっと他の場所にもここと同じ柔らかい筒の部分があるのではなかろうかそれを見落としたばっかりにそのわずかなことのために彼らの死ぬか生きるかの運命が決まってしまったのではあるまいか第一大岩のために塞がれたと思った入り口が案外薄くてこの洞穴の土を掘ったのと同じ労力をかければひょっとしたらそこから 外に出ることがでできたのではないか。彼らはてんでに未練たらしくそんなことを考えていた。もっと他のんとこを探してみようじゃないかまだへこたれるにはちっと早え。3人のうちでは一番勢力家なはずの進藤がでもどっか底力のない上滑りな声でいた。 だって君もう僕たちは体が続きはしない。上村はぜいぜい肩で息をしながらやけくさの調子でものすごく笑った。もう諦め果てた形だった。弱いことを言うな死ぬか生きるかだ。命あおしくねえのか。何でもいいからもういっぺん探すんだ。言うこと聞かねえとぶん殴るぞ。 この際決して殴られるのが怖いのではなかった彼らにしてもやっぱりまだ未練があったのだ野崎と上村は疲れ切ってほとんど無感覚になった腰をやっと伸ばして進藤のあとに従った「マッチはと幾本ある先に立った進藤は彼にも似合わない心得のある質問をした」。 よないよ上村は闇の中で丹念に勘定をしてから心細く答えた「まあいいそれをつけななるべく長く持たせるんだぜ」「マッチがすられた青黒く光った地獄の底の細道のような暗道が末は底知れぬ闇に消えていた」 それから、幾時間の間、世にも痛ましき生と死の相当が続けられた。暗道の中は、くまなく探し回って、少しでも柔らかそうな箇所は、片っ端から掘り試みた。しかし、どれもこれも無駄に終わった。入り口の岩も、あるいは叩き、あるいは押し、三人の全力を尽くしたけれど、盤石のように、 小ゆるもせずその厚みがどれほどあるのか外部からかすかな光も漏れてはこなかった最後には彼らは突き当たりの広い場所に引き返してそこの岩に足がかりをこしらえそれを伝って高い天井に登り例の上げ蓋のところに達しようと試みさえしたでもたった一つの足がかりを作るにさえ ナイフの他には何の道具も持たぬ彼らにはたっぷり一の死の仕事だった一件ものぼらぬうちに死の方が先にやってくるのは知れきっていたもう助からねえもうダメだめだ進藤がため息とも声ともつかぬ音を出したさすが強情我慢の悪党も ついに絶望する時が来たのだ。ましてあとの2人はもはや虫の息だったさて絶望となるとこらえにこらえていた上と渇きが猛然として彼らを襲った火と燃える喉の下でせんべいのようにひしゃげた胃袋が霧でもむような疼痛を訴え始めた彼ら自身では この穴に閉じ込められてからほとんど数ヶ月もたったように感じていたがその実やっと2日か3日の間に違いなかったでも23日にもしろその間ずっと飲まず食わずであの激しい心遣いあの過激な労働今や死にも勝る渇望の苦しみが襲ってきたのは実に無理もないことであった もう物を言うものもなかった。果たしれぬ暗闇の中に小さな小さな3つの生き物が死に瀕して横たわっていた。泥のような睡眠が始まった。眠ってはならぬと目を開いても、開いてもそこもやっぱり同じ闇。いつ眠って、いつ起きているのだか、そのけじめさえつかなかった。 どれほど長い時間眠ったのかハッと目覚めて耳をすませば草場の静けさが辺りを閉めていったもう息も止まってしまったのか他の二人の息遣いの音すら聞こえては来なかった彼らはもう死んでしまったのかもしれないふとそんなことが考えられたでも悲しむ気力なぞ もはや残ってもいなかったマッチは本ある長い長い沈黙のあとでどこか遠くの遠くの方からうなるような声が聞こえてきたそれは振動がまだ執念深くマッチのことを気にしているのだったそのような際ですら人間の本能は闇を恐れるものに違いなかった